ジュワッ。ヒロロ、行ってみようか。今回のヒロノマは造形職人ヒロが語るゴジラの思い出、八四ゴジラから新ゴジラまで、そしてなんとエキストラ出演まで、どのような秘話が語られるか乞うご期待。空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロノマご覧いただきありがとうございます。今日のヒロノマはちょっと思い出話、語りたいなと思うんです。何の思い出話かというと、まあ、ここにあるゴジラ、ゴジラに関する思い出話で、しかも実は私、シン・ゴジラに、ちょっとだけエキストラで参加してたんですよ。でしかもね、ほんの一瞬だけ自衛隊員の格好の私が一瞬だけ映ったりもしてるんです。まあ、これね、はっきり言ってブルーレイとか DVD を何回もタイミングよく一時停止しないとわからないレベルなんですが、人生初のですね、ゴジラ撮影エキストラ体験を私したことがあって、しかもね、2回してるんですよ。まあ、その辺の、まあ、エキストラのね、思い出、まあ、前回ヒロノマ始まって初めの頃にエキストラ参加した、思い出感想動画を上げてはいるんですけど、まあね、久しぶりに、まあ、ゴジラマイナスワンをね、日テレで地上波初放送した後でもございますし、そしてまた山崎隆監督がゴジラマイナスワンの続編なのか全く別のお話なのかわからないですけど、また新しいゴジラの新作ゴジラの監督を続投するというお知らせもあって、ちょっとゴジラのね話したいなと思ったんで、そこら辺をダラダラと私のゴジラに対するまあ思い出みたいなのを語りたいと思います。ということで、ヒロノマ早速行ってみましょう。このチャンネルは記憶の恋人ロッチ、空想製薬、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。はい、まあ、ということでゴジラのね思い出話なんですけれども、まあ私がゴジラを初めて知ったのいつだっていうところから話したいなと思うんですけど、まあ皆さんね、年代によっていろんなゴジラの触れ方ってあると思うんですけど、私は1979年生まれの、まあ、40代の私なんですよ。なので物心ついた時にもう自然とゴジラってなんか知ってたんですよね。幼稚園ぐらいだったですか。ゴジラ。幼稚園のね、同級生にね、ヒロシ君ってのがいて、でね、そのヒロシ君のね、家、お父さんはね、宮大工さんだったんですよ。お祭りの出汁を作ったりとか、そういった宮大工さんで、私台東区入谷、東上野ってところに住んでましてね。で、幼稚園がね、由緒正しい、寛永寺幼稚園ってところにいたんですよ。で、寛永寺幼稚園の、まあ、同じ、幼稚園でね、行ってて、まあ、ヒロシ君とかいて。で、その宮大工のお父さんの息子さんで。でね、当時からしたらね、立派な、まあ、当時から立派な家で、3階建てぐらいのね、マンションみたいなところ、1階がね、そういった宮大工さん、まあ、要はその、作業場だった。で、その2階か3階に自宅があって、遊びに行ったことが何回かあって、でね、当時ね、珍しいですよ。熱帯魚、飼育して飼ってたり。でね、そこ遊びに行った時に、ヒロシ君の家にね、掃除もまたね、珍しいですよ。私の家にはなかったんですけど、ビデオデッキがあって、で、しかもね、何本かね、特撮怪獣ビデオもあったんですよ。ビデオソフトが。そこにね、なんとなく覚えてるのが、ゴジラ対キングコングとか、あとキングギドラが出る、あったのかな。まあそういった、当時じゃ、まあ私の家にはね、まだビデオデッキなかったんで、まだレンタルビデオだって、全然普及してなかったんじゃないですかね。私が幼稚園の頃だから、だから、5年とか、4年とか、そのあたりになるのかな、あの辺の頃。で、そのヒロシ君の家にはビデオデッキと、そのゴジラのね、ビデオソフトもあって、で、見たかったんですよ。ゴジラ対キングギドラとか、あとね、多分ね、あれな、あと何があったのかな。ガイラとかもあったのかな、サンダー対ガイラとか。フランケンシュタインとかもあったのかな、ゴジラ対、ゴジラとフランケンシュタインで
共演してましたっけ。なんかね、だからとにかくあの東方、すいません、なんか本当ね、私ね、こんなゴジラとか作ってんのに、実はね、ゴジラの作品でちゃんと私分かってないんですよ。だから昭和のゴジラのビデオソフトがいくつかそのひろし君の家にあって、でなんか恐竜のねフィギュア、今でいうフィギュアですよ、そういうのもたくさんあって羨ましかったんですけど、そんなのもあって自然とゴジラっていうのはまああの身近にあった。で決定的にもう記憶に残るのは1984年か、うん、だから私が5歳の頃と幼稚園の頃かに、あのゴジラ映画がね、公開したんですよ。84ゴジラって言われてますね。1984年の、久々にゴジラが復活するって、あのゴジラ。ゴジラだけ出てくるやつ。で、当時ね、母親が、母親に映画好きだったんですよ。だから僕じゃねえや。私は、ゴーストバスターズとか、あとネバーエンディングストーリー。あの辺はね、劇場でね、見に行った覚えがありますよ。ネバーエンディングストーリーもね、怖くてね、馬に乗った、兵士、騎士が、これでかいスフィンクスみたいな石像の間を通って、なんか邪念があったりすると、目からビーム出て焼き殺されちゃう。あんなのってもうね、こうやってやりながら見てました。で、ある時ね、母親が、なんかそのドラえもんとゴジラ、どっち見に行きたいって言われて、私はもう迷わずにゴジラって言った。それで、まあ私台東区東上野、まあ上野の駅がめちゃくちゃ近かったので、上野の駅の、ね、にある映画館行って、で当時の映画館ではねちょっと臭かったんですよね。なんかこう、まあ聞こえが悪いですけど、結構タバコの吸い殻も落ちてたりで、おしっこしちゃうんでしょうかね、なんか公衆トイレみたいな香りもするような、非常に衛生不衛生な感じの、まあ、昭和ので、まあ聞こえがこう言ったら聞こえ昭和レトロな映画館だったんですよ、上野の駅前ね。でそこで初めてゴジラを見に行ったんですよ。でね、今でもなんとなくね席を覚えてるんですよ。前から 5、6列目がそのあたりの左側で見たような記憶があります。でね、まあ、八音ゴジラ見たことある人はね、たくさんいらっしゃいますし、わかると思うんですけど、非常にね、記憶に残ってるのが、まずね、武田鉄矢さん。ね、武田鉄矢さん。新宿の、ま、街かなんかでしたっけ？銀座の街かなんかをゴジラから走って逃げるシーンとか、おめえ頭でけえな、この野郎。なんかそんなような言ってる、武田鉄矢さんのシーンとか、あとね、ああ、どう忘れちゃった。ウルトラ Q とか、渡る世間とか、ウルトラマンのナレーションでおなじみの、石坂浩二さん。あ、ね、金田一さん。石坂浩二さんも、なんか、警備員かなんかの役で出てるんですね、ちょこっと。で、地割れして、なんかびっくりしてるみたいな。あのシーンとかも覚えてます。すごく覚えてるんですよね。でね、84ゴジラですっごく怖かったシーンがあって、それはね、ゴジラじゃなくて、まだゴジラが出る前のシーンで、難破船が出るんですよね。漂流して。で、そこの、船の中を探査してると、要はその、見だかしたような、船員の死体が出てくるシーンがあって、あそこが怖くてね、椅子かなんかに多分死体があったんでしたっけ。で、そこをこう、触るとグイーンつって死体がこっち向くみたいなシーンがあって、あそこがね、すごい怖くてめちゃくちゃ印象残ってるんですよね。だから84ゴジラの印象って、思い出って、その、石坂浩二さんと武田鉄矢さんと、その、船員の死体。これがすごく印象に残ってて。まあ、あとはスーパー X でしたっけ？ね、ゴジラと戦う、飛行機の乗り物？あれとかも覚えてますし、あとね、そう、新幹線でしたっけ？あれをゴジラがこうガーッとこう掴んで乗客がわーってなるシーンとかもすごい記憶には残ってますね。で、そういう感じなんですよ。私の子供の頃のゴジラ体験、初のゴジラ体験っていうのは。で、それがあって、で、もうね、気づいたらね、家に ゴジラのね、おもちゃもありました。買ってもらったんですよ。当時ね、バンダイが出してたゴジラのラジコンっていうのがあって、こんなね、あれですよ、リアルな造形じゃないですけど、もっと可愛らしいずんぐりとしたゴジラのラジコンがあったんですよ。でね、特徴的なのは、目ん玉がね、わかんない、黒目がくる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 動く可愛いぬいぐるみにつけるような目ってあるじゃないですか。あれのちっちゃいのがね、ゴジラ、そのラジコンのゴジラの目にくっついてて。で、なんかこう、アンテナが伸びててね、当時のラジコンってこう、長いアンテナでビョン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 するやつでこう、動かすとゴジラがクイーンって動いて。
まあまあゴジラの後ろここに車輪がついてて走ってで、なんかギー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 言いながら動くラジコン買ってもらったんですよね、親戚のおばちゃんだが、私の父親の職場の知り合いの人だから、ちょっとはっきり覚えてないですけど、おもちゃを買ってくれるって言ったら覚えてるんですよ。で、なんか都内のどっかのおもちゃ屋さんに行ったらゴジラのラジコンがあって、でね、ゴジラとあとゴ、キンレッドキングかゴモラか、なんかつぶらやのウルトラ怪獣も同じシリーズでラジコンになってて、迷わずゴジラ行きましたね。まあそのぐらいもう自然とゴジラっていうのは私が、幼稚園の頃から小学生上がるまでまあまあゴジラっていうのは普通に存在していて、で中、あれは小学校の高学年ですよ。だから90年91年、ゴジラ対ビオランテ、あのね、あの時にあのビオランテがかっこよくてね、あの食虫植物みたいなね、あの触手があってすげえかっこよくて、で、あの上野といえばね、もう私子供の時から言ってた上野山城屋っておもちゃ屋さん、まあ今でもありますけど、同じ場所にね、地下1階から、地下1階、1階、2階、3階、まあ当時もね、昔からそういった作りのおもちゃ屋さん、山城屋さんで、当時もね、花火買ったりとかいろんなおもちゃ買うって山城屋行ってたんですよ。で、その90年代、ちょうど、そのゴジラ対ビオランテ公開した後に、あの、山城さんってね、1階が一般的なおもちゃ屋さんで、で、地下がね、ファンシー雑貨、だ海外の雑貨とか、なんか文房具とか売ってて、で、2階上がっていくと、パズルとかファミコンのソフトが売ってて、で、3階に行くと、プラモデルとかね、ガレージキットが売ってて、で、海洋、多分、あれ海洋だな、ビオランテのすごいでかいガレージキットもちょうど発売されて、それの完成品の見本がね、置いてあったんですよ。それを見てね、めちゃくちゃかっこよくて、大人のおもちゃだなと。もう大人じゃないと作れないです。まあ大人になったってあんなのうまく作れないですけど、もうね、当時ね、それ見てめちゃくちゃ興奮したの覚えてますし、あの当時ってね、山城屋さんほんとすごくて、階段でこう上上がっていく途中にね、こう、埋め込み式のショーケースがあって、で、そこにね、海洋堂のね、1メーターサイズのウルトラマンのソフビキットの完成品とか、バルタン星人の完成品とか、あとエイリアンのね、このぐらいの、ソフビの完成品もこう展示してあって。まあね、そこから何年か後にね、その展示したらエイリアンね、父親が買ってくれて私手に入るんだけど、引っ越しかなんかで捨てちゃって、今手元にないです。まあまあ、それちょっと余談も、今度ね、山城屋の思い出、がっつりメインで話したいと思ってる。それはその機会にじっくり話すとして、まあそんな形で、ビオランテかっこよかったですね。で、そっから、結局ね、私ね、正直ね、ゴジラにはね、全然ハマんなかったんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、ゴジラマイナスワンの私の感想動画でもがっつり語ってるんですけど、映画として見たとき、生意気ですよ。もう子供の時から生意気なんですけど、映画として見たときに、ゴジラってなんかちょっと子供騙し感があって、平成、昭和、なんかゴジラって。なんかなんかわかんないですけど、こう、やぼったい人間ドラマのシーンがあったり、なんか毎回新聞記者とその研究者とか、そういった、なんかこう、ちょっと、なんだろう、ね、なんだろうな、物語的にあんまりこう、面白くない感じ。で、たまにこの、超能力少女みたいなのが出てきて、こう、怪獣のゴジラの気持ちが分かっちゃうみたいな。なんかそういう、ファンタジーみたいな感じとか、ちょっとね、その、人間ドラマの部分があまりにもチープで、子供ながらにそこね、つまんないなと思ってたんですよ。で、たまにこう、ゴジラが出てきて、こう、特撮のシーンとかは子供だから好きだったんですけど、なんか特撮パートだけ見たいと。ストーリーはあんまり、なんだ、なんかつまんねえなと思ってたんですけど、ゴジラマイナスワンではあんなに素晴らしいドラマパートもしっかりできてるっていうね、あった。だから、生意気ですけど子供だからにね、なんかこのゴジラって子供だからに子供騙しだなと思ってて、あんまりこう、がっつりこう入ってなかったんですよね。ゴジラというキャラクターは大好きだったんですけど、怪獣とかは。で、まあ、そんな子供時代を過ごしていた私が、大人になって2015年ですよ。シン・ゴジラの映画の撮影に私ね、参加することです。2015年。これね、ひょんなことから、たまたまなんかネットで、なんかエキストラってあんのかなって調べてたら、なんかエキストラを募集してるサイトがあって、で、そこでね、ゴジラの、要は、あれ、ゴジラとは書いてなかった。たんだっけな、なんて書いてあったんだっけな、とにかくね、いや、庵野さんの、まあ、要は、ゴジラって書いてなかったけど、多分ゴジラだなってわかるような
触れ込みでエキストラ募集してたんですよ。確か。で、応募したら、もう偶然運よく当たって。でね、1回目はその2015年にエキストラの撮影あったんですけど、1回目はね、鎌田くんのシーンなんですよ。まあ、それ後々わかるんですけど、まあ、鎌田で、早朝から撮影があると。で、6時半にね、蒲田の駅前に集合なんですよ。まあ、駅前と言っても、駅前からちょっと歩いたところに、なんとかってビルがあって、そのビルのエントランス、下の敷地内で集合だったんですよ。で、朝ごはんも、なんか出るみたいな。で、記念品も出るみたいなことがあって、行ったら、300人ぐらい集まってて、老若男女。で、なんかこの、言うんですよね。体力に自信のある方、走れる方、とか言って。で、それでこう、区分けされてって、で、私はそこまで、がっつり走れるってところまではちょっと自信なかったんですけど、まあまあ走れる人いますか？まあまあの方に手を挙げたんですよ。だからまあまあの人のこの列一組が決まって。で、自信がありますよっていう人たちは、早々にね、移動して、蒲田の駅前の商店街の方まで行ったのかな？なんか行って、そっちで別の撮影があるみたいな。で、まあまあ走れるっていう私たちのグループは、じゃあこっちですっつって、ゾロ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 遠足のようにガーッと行って、結局連れてかれたのが、蒲田の、あれは多分、東口なのかなの、ロータリーから一直線にバス通りがドーンとあるんですけど、そこのロータリーのあたり、ロータリーとバス通りのちょうど境目あたりで、まず集合になったんです。でね、行った時ね、私びっくりして、もうね、クレーンのカメラだとかいろんなカメラがズワーっとあって、で、そのバス通り全部封鎖してるんですよ。300メーターぐらい。で、途中信号もあったりして、横断歩道もあって。でね、映画のためにね、東急かな、京急かなんかのね、バスもちゃんとそこに止まってて。で、そこでエキストラ300人たちがうわーっと走っていくっていう撮影になるわけですよ。で、私はその、まあ私っていうかその参加してた私たちはどういう姿のゴジラが来るかっていうのは一切説明がなかった。ゴジラって言っちゃいけなかったんだ。そう。G って言わなきゃいけなかった。だからゴジラっていうのは絶対言わないでくれと。ゴジラっていう、ゴジラという言葉がないという設定。なんかよくわかんない、得体の知らない巨大な物体が来るから、そこから逃げる人。だからそこでゴジラだって言ったらおかしいでしょっていう説明が確かありました。で、その、スタッフの人がね、助監督さんとかだったらやるわかんないですけど、こう、これから G って呼びますから、G が来るからみたいなこと言ってたのかな。うん。で、なんか遠くの方のとある、ビルの上の方、あの辺のあたりに来るよみたいな。で、私たちは、そのバス通りをうわーっとこう逃げていくと。で、映画ではカットされてるんですけど、タクシーと、ワゴン車かなんか、バンかな、ギリギリでこう、かわす、このスタントとか、で、スタントマンが、チャリンコでこけるシーンとか、そういうシーンもね、私たちが走っていく横で繰り広げられてるんですよ。で、そんなのを目の当たりしながら、私たちうわーって言って、その G から、おのおの逃げる、勝手なオリジナルの演技をしながら、うわーって、猛ダッシュで逃げていくっていうのを、早朝6時半から昼まで、ダッシュで走ったりして、いろんなのを撮ったんですよ。そう。で、それが一個。まさかね、その後ね、四つ足のあんな、まだね、鎌田くんみたいな形状のが来るなんていうのは、映画見るまでは知らなかったんで。で、二回目は、多摩川で、前線。多摩川の自衛隊の前線基地での撮影ってやつだったんですよ。で、多摩川の駅があって、そこから歩いて、氷川神社だったかな？なんかあって、その神社の境内の中でその自衛隊の本部が作られていて、で、そこで各々こう、ヘルメット、まず自衛隊の人装備が揃ってて、そこで、まあ、おにぎりも出たんですけど、で、撮影なんだけども、私ね、頭のサイズがちょっと大きくて、用意されたヘルメットが被れなくて、ちょこんって上に乗っかっちゃって、せっかくの人生初の自衛隊員の役で、しかもゴジラ戦うのに、ヘルメットちょこんじゃ、こんな惨めな情けない姿はないっつって、衣装さんのお姉さんにすいません。ネットもっと大きいのありますなんて言って、ああ、ちょっと待ってくださいとか言ってこう探して、やっと被れて、みたいなのは。で、撮影しましたよ。要はその多摩川の川を越えた神奈川の方からそのゴジラが来るから、そこでこう、指揮系統をする自衛官の一人みたいな。で、そこでね、ちゃんとね、あれですよ。なんか、ミサイルが爆発、まあ多分映画見た方はわかりますけど、ミサイルが着弾して、その爆風が、来るわけですよ。で、その神社の境内にいる自衛隊の前線の基地も、バーッと爆風が来て、クッて行くシーンがあるんですけど、で、その後、丸子橋っていう橋が壊されて、橋脚が飛んでくるみたいなシーンありますよね、一連の。そう。
あのシーンの流れの中の撮影だったんですよ。で、実際にやって、で、本当に私たちそのテントが崩れて、後ろに転げるっていう練習もして、やったんですよ。で、やったんだけど、そこはほとんど一瞬でしかなくて、ピエール滝さんがね、いるシーンはね、あれは東方のスタジオで撮ってる別撮りなんですよね。私たちはそこの実際の多摩川のあの現場でやってるんですけど。で、自分ともう一人がね、たまたま選ばれて、まぁ、ちょっとその二人こっち来てです。だからね、あの、爆風をグランって避けるシーンで、ここら辺人があんまりいないから二人足したいみたいな感じで。で、即興で、あの、1、2、3、ドーンって爆風来るから、その1、2、3に合わせて、そこの前に出て、ぐっと構えるのをやってって言われて、急に言われて、一回しか練習なくて。で、じゃあ本番っつってやって、1、2、3で、歩幅が合わなくて、1、2、3で右往左往してたら、カメラマンとか周りの監督に、何をノロノロしてんだって怒られちゃって。で、じゃあ次もう一回っつってやった時にはうまく1、2、3で合わせて。で、ガーンってこう、ドーンってこう、爆風を避けるシーンがあって。で、これが実際ね、映画の中ではほんの 0. 何秒映ってるんですよ。すごい思い出に残ってます。ただ、あの、一瞬過ぎてほとんど誰だかわかんないぐらいですけど、間違いなくそこに私がいるんですよ。でね、泣く泣く、まあ私的にはね、がっつり本来であれば映ってるシーンがね、あるんですけど、そこもね、カットされてましたね。なんかあの、玉川のね、そのシーンなんですけど、こう地図みたいなのを渡されて、私ともう一人の人で、なんかこんな話しながら玉川のこう指さすみたいな。まああっちにからゴジラ来ますから。っていうのをオリジナルでこう、なんか演技して、その前をカメラがぐーっとこう、通っていくっていうのを撮影したんですよ、実際。そしたらもうこれ絶対に映画がっつり映ってんだろうなと思って見たんですけど、全部カットされてましたね。で、悲しいかな。メイキングの、あの、特典映像にもカットされてました。かなり悲しかった。結構ね、こんなこと指差し確認みたいなのやってたんですけど、全カット。でもね、これ裏話ですけど、あの時もね、そこにいたね、30人ぐらいでやったんですけど、みんな怒られたんですよ。これなぜかっていうと、私、だから集まった人みんな素人なんですよ、ほとんど。自衛隊の経験ないんで、結構ね、ノロノロ動いてたんでしょうね。あの、演技指導の、元自衛官の演技指導の人がいたんですけど、もうなんかね、厳しくて。もっとキビキビ動けとか、何のノロノロありでんだみたいな言われて。だから、俺なんて、なんか、全くやったことないんで、だからこんなことやって、よしみたいなことをずっとね、玉川の方に向かって指差し確認してるんですよ、地図持って。なんだかよくわかんないですけど。で、映りたいじゃないですか。映りたいんで、こっからこうカメラが来るっていうのはリハーサルでわかってるんで、こうカメラが来た時にタイミングよくこう行きたいなと思ってるんで、カメラがこう後ろで来るまで俺ずっとなんかこんなことやって、よしをね、ずっと繰り返してたんですよ。で、こう、カメラが来て、あ、来たぞと思って、よしみたいなことやってたんですけど、全部カット。全カットされましたね。まあ、そんな、思い出があります。そう。でね、あの、玉川のシーンではね、実はね、あの、私、あの、特典映像にね、がっつり映ってるんですよ。逃げ惑う私の無様な姿が。でね、もう本当にもう肌、もう服がこんなになりながら、雑踏から逃げていくシーンからガッツリ映ってるんですけど、あまりにも無様で、これもね、カットされててよかったと思いました。メイキングだけ。私だけ気づいてます。メイキング見るとね、まあ、実は私ね、ガッツリ映ってるんですけど、あんまり詳細は言わないですけど、私が映ってます。はい。まあ、そんな形で、ちょっとゴジラの思い出っていうと、そのね、新ゴジラに、出たエキストラで初めて参加したっていうのが思い出。で、そう。あのね、しかもね、この、シン・ゴジラの映画のエキストラ参加して、その後に、もう一回ね、この東宝に今度呼ばれたの。東宝のスタジオに。これ東宝のスタジオ、私一回だから、エキストラの撮影で入ったんですよ。めちゃくちゃ興奮しましたけど。で、なんで呼ばれたかっていうと、ゴジラ・ザ・ライドじゃない。USJ で、シン・ゴジラのアトラクションが作られたんですよね。で、その、アトラクションの中の映像で逃げ惑う人だったんですよ。で、どういうのかっていうと、なんかあの、関西、大阪にゴジラが上陸して、で、道頓堀にゴジラがこうガーンと来て、で、道頓堀に来てる観光客がゴジラに踏みつぶされるっていうシーンを東宝のスタジオで撮ったんですよ。で、全部こうブルーの幕で覆われた巨大な倉庫があって、で、その中で、まあ、ここが道頓堀の道ですよ。で、あの上からゴジラの足が来ますよとか言って、いろいろこうみんな指示を受けて、で、私はね、サラリーマンの格好で、ネクタイとかして、で、スマホ片手に、わーとか言ってこう潰されるってシーンを撮ったんですよ。あれはね、すごいいい経験でしたね。初めて東宝のスタジオの中で。で、しかもゴジラですから。で、結局、その、シン・ゴジラの撮影に参加したエキストラが再招集されたわけですよね。ゴジラ、東宝のスタジオに。で、わーっと逃げる歓声を別撮りで撮るんですよ。
ね、すごいですよ。だから、大体それも300人ぐらい集められたんですけど、別スタジオで、わーって歓声を取るだけ、取るためだけのもう一個スタジオがあって、で、そこに300人ぐらい私たちいて、で、真ん中を音声さんが2人組で、わーっとこう、私たちのいる中をね、真ん中を突っ切っていくんですよ。で、突っ切っていくところで、みんなで、わー、わー、わーとか声を出す。で、それでそれを撮るというふうなね、撮影もしました。めちゃくちゃいい思い出ですね。だから、子供の時にね、一回はゴジラのなんか映画、エキストラとか参加したいなと思ってたんですけど、まあ40何歳になって、あ、違う、だから2015年の時はまだ30代か。まあ大人になってね、ゴジラの映画に参加できたっていうのは非常にいい思い出です。で、本当はね、ゴジラマイナスはもう募集出てたんですけど、仕事の都合上とか、あとコロナとかいろいろあって参加できなかったんですよ。なんかね、千葉だか茨城でね、撮影があったんですよね。あれ、行きたかったですね。多分ね、あのシーンだと思います。銀座にゴジラマイナス、ゴジラが上陸して、うわーっと走って逃げていくシーン。多分、あそこのワンシーンの撮影だったと思うんですよ、おそらく。多分ね。まあでも、またね、山崎監督が新しい新作ゴジラ、監督続投するんで、どんなゴジラになるのか。あわよくば私もね、参加したいなーなと思うんですけど、もう、多分、こんだけ有名になっちゃったから、もう募集ももうあんな大々的にやんないかもしれないですね。その辺の情報を知ってる方いたらコメントでいただけたら私は非常に嬉しいです。まあ、参加するかしないかは別として。まあ、そんな形で、まあ、私にとっての、まあ、ゴジラの思い出っていうのをね、ちょっとダラダラ話させてもらいました。まあ、ちょっとでもね、楽しんでいただけたらチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、また私の好きな映画の話とか、もうね、年末になって、もう12月といえばグレムリンですよね。グレムリンの話も、ね、私いっぱい持ってるんです。なんつったって、私、グレムリン大好きすぎて、実際にグレムリンの原型の仕事を私、たん、あの、仕事担当してます、することだったぐらい。好きすぎて、粘土でグレムリン作ってたら、本当にグレムリンの仕事が来たっていう、奇跡的な、造形職人、ヒロでございます。いろいろグレムリン話あるんですよ。もうグレムリンのね、すごいところ、映画のいいところ、ワンツーがあって、どの作品がどう面白いかとかね、あとクリーチャーの造形の凄さとかも語りたいんですけどね。で、しかも私ね、グレムリンの主役のザック・ギャリガンさんに実際お会いしたことがあって、で、そこでね、とんでもない失礼を犯してしまったのがあるんですよ。まあ、これも動画でと、以前の動画であるんですけど、そこら辺も含めて、まあ、グレムリンの思い出話もまたしたいなと思ってますけども、今回はゴジラの話でございました。ということで、ヒロノマ、ここまで。また次回も楽しみにしてください。それでは、さよなら。このチャンネルは空想立体工場がお送りいたしました。